韓国のコンビニで買えるチョコバーモッパンです。ちょっとね、大食いチャレンジも込みで、やろうかなと思います。韓国のコンビニ GS25 とセブンイレブンに行って、そこに売られてるだけのチョコバーをね、全部買ってきました。韓国ってチョコバーよく売ってるんですよね。なんかチョコバーの種類が日本とかよりも多いなって思ってて、特にあのスポーツ系じゃなくて完全にお菓子系のチョコバーです。でね、もうすでに食べたことがあるものもいろいろとあるんですけど、結構か、どのチョコバーが一番美味しいのかなっていう、私の好みがかなり含まれてくるんですけど、ちょっと選びたいと思います。で、ちょっとこれね、全部食べれるかの大食いもね、やりたいです。どうかな、いけそうかな。でも意外とそんなにね、8トクとかと比べると量的には多くないけど、カロリー的には高いのでお腹いっぱいになるのかなと思って、とりあえず食べていきます。あ、ちょっと待って、一旦飲み物用意しますね。やっぱりチョコに合うのは牛乳かなと思って、でも牛乳最近私飲まなくて、ドゥユ、豆乳を飲んでて、さらにこのね、黒豆の豆乳ですね、これを飲みます。はい、じゃあまず、まあ食べたことあるやつからいきます。これあるかどうかももうもはや覚えてないんですけど、多分あったと思う。ビッグビッグっていうのですね。うわ、袋開けやすい。はい、こんな感じで、ちょっとボコボコの中になんかパフかアーモンドかわかんないですけど入ってるチョコですね。1本目のチョコいただきます。なんかキャラメル。1本目だから忘れてた。割ってないですね。ちょっとごめんなさい。こっから割らせてもらう。よかった、長いやつで。はい、こんな感じで、あ、いい感じにキャラメルが伸びてます。キャラメルソース入ってね、なんかこのザクザクのパフ入ってる。あー、ドゥユうま。ドゥユ苦手だったけど結構飲めるようになった。うわ、キャラメルソースが、美味しい。うん、美味しかった。1個目からいきなりザクザクでキャラメルソースも入ってて、まあね、あのこういうチョコバーって中にキャラメルソース入ってるもの多いんですよ。例えばこのトゥイックスだったっけ、名前忘れちゃった。トゥイックス、これもね、チョコ、あのキャラメルソース入ってて美味しいんですよね。これの方がまあキャラメルソース的には多いか。あとお口直し。あったかい牛乳用意してもよかったか、口の中で溶かす感じで。はい、じゃあね、ちょっと定番系のやつ言ってもいいのかな。キットカット行こうか。普通のキットカットじゃないのかな。モアクリーミー、モアチョコレート、もっとクリーミー、クリーミーバージョンかな。あ、これなんか2つに分かれてるやつじゃない、いつもあったこう割れる感じになってるけど、一口サイズで切れるようになってます。はい、キットカット、キットカットですね。もう昔から皆さん知ってるキットカット。全然違うな。チョコがめっちゃミルキー。ミルキーじゃなくてミルク。もうほんとミルクチョコだ、これは。うん、安定だわ。いつもの美味しいキットカット、やっぱいつも普通のやつだったかな。なんかキットカット食べるの久しぶりすぎてよくわかんないけど、ちょっとミルクの感じがね、さっきのあのチョコバーより強いなって思いました。ビッグビッグよりも。ちょっとキットカット来たから、普通にあの次キットカットシリーズで、これなんか初めて見たやつ、キットカット、キッカーの、キッカー、キットカットじゃないじゃんこれ、キットカットかと思った。あ、クラウンの商品ですね。え、じゃあこれ後でいいじゃん。あ、でももういいか、このまま食べよう。キッカーのジョリポンバーですね。ジョリポンってわかります、あのポン菓子みたいな、これが入ったやつ。なんかちょっとおしゃれな感じのデザインになってます。はい、あ、後ろもなんかちょっとこうジョリポン感が出てますね。これジョリポン結構サクサクのやつ、しかも大粒で入ってる。結構美味しかった。ちょっとこれ
定番のやついこうか。これスニッカーズのもう人気ですよね。人気なんですけど、こっちがねまず白パッケージでアーモンドのやつですね。でこっちがスニッカーズなんかヘーゼルナッツって書かれてて、こっちのね裏側を見るとこのめっちゃ美味しそうな感じ、ヘーゼルナッツ詰まってもうキャラメルからなんかザクザクそうななんかチョコもまとって、じゃあまずちょっとよく見るこのアーモンドの方から。あーなんかチョコパーって袋開けやすくされてるんだな、あんまり知らなかった。はい、こんな感じで至って見た目はシンプルです。で中がうわすごいなんかねっとりしてるよ。うわうわなかなか切れなかったというか割れなかった、すごーなんかねっとりしてる。私スニッカーズあんま食べたことなかったのかも。めっちゃ濃厚、なんかキャラメルソースという、さっきまではキャラメルソースが入ってたけど、これはもうドロッとしたキャラメル、これ切った部分です、かじった部分じゃなくて、このドロドロ感キャラメルに近い、もう濃厚ドロッとキャラメルが入ってます。でしかも下の白い部分がなんだろう、ちょっとね塩っ気があって、キャラメルが塩っ気あるのかな、うん、ちょっとしょっぱい感じ、甘さを引き立てて美味しい。うん、おいしい。え、知らなかった、おいしいな、やっぱ人気のやつ違うな。ちょっとこっちのスニッカーズのヘーゼルナッツの方食べてみます。うわもう割れてる、割れてるんじゃなくて2本入りか、はい、あーこっちもす、あでもこっちの方が意外とさっきのアーモンドよりもこの粘り気が少ない。ちょっとねびっくり、こっちの方が食べやすい、なんかヘーゼルナッツのすごいいい香りがする、お上品ないい香り、中のキャラメルソースが柔らかいトロッとしてる、はいもう一個の方、こっちも多分一緒ですよね。こっちの方がねおしゃれないいヘーゼルナッツの香りだけど、さっき食べたちょっと袋次から綺麗に開けようもう見せれないぐらいのビリビリになっちゃってるんですけど、こっちこのアーモンドの方が濃厚、生キャラメルがそのまま入ってんのかっていうぐらいの感じで、私こっちの白いパッケージのアーモンドの方が好きです。さあ次どこ行こう、ちょっと違う系行きたいんだけど、これ行こうか、クランキーのミルクとヘーゼルナッツですね。まあ、ちょっととりあえずヘーゼルナッツさっきに続いて一旦食べたい。これはねこんな感じで一つの袋に2本入ってます。あーいいですねこの感じが。でここがね、はいこんな感じでチョコ入ってます。うんおいしい、完全なるウエハースに生チョコ入ってるって感じ、チョコソース、これねやっぱ美味しいわ、この中にねチョコを詰め込んでそれをウェハースで覆ってる感じ、ザクザクですごいね美味しいです。うん、食感もまた好きなんですよね。ミルクの方こっちも同じく2本入りです。ミルクだわすごい好き、ね、もうミルクの方が断然好き、美味しい、はい、うわ割れない、ごめんなさい割れない、もうここで弾けちゃった、中身するの無理かな、さっきどうやって割れた、あ割れた、はい中ねちょっと白いクリームこれやばいな、結構甘々がきつくなってきたけど、いやまだいけるか、あのお腹いっぱいじゃないんですけど厳しくなってくるな、どうしよう、
っとこれいこうか。これね、めっちゃ好きです。キャドベリークランチって書いてますね。これね、セカンドで見てくださった方分かると思うんですけど、めっちゃ美味しい。カルメ焼きみたいな、この砂糖とね、水で膨らませて作る、あれっぽいのが入ってるんですよね。ちょっとザクザクっとした、もうすごいシンプルですよね。割ってみますね。もう後で掃除だ。これわかります？カルメ焼きっぽいですよね。まあカルメ焼きかどうか分かってないんですけど、これがねザクザクなんですよ。でもめっちゃ甘い。ちょっとね、あっさり系がいきたい。チョコバー食べててあっさり系も何もないけど、これあっさりしてそうじゃない？これ。これ、あのね、クランキーのダブルクランチバーっていうやつ。クランキー。あ、なんか最初食べたビッグビッグってやつに似てる。うわー、これなんだ。あー、すごい伸びましたよね、キャラメルが。キャラメルソースが入ってて、ウエハースの感じもある。おいしい。あ、ナッツのいい香り。このボコボコしてるの全部ナッツですね。ナッツなんですけど、最初のビッグビッグはあれナッツじゃなくて、もうザクザククランチ。おいしい。わ、やばい。でももうね、だいぶね、どれがどれだったかね、忘れてくる。でも美味しかったやつだけは、あ、これ美味しかったわって記憶に残る。どうしようかな、次。ちょっとガーナ行こうか。なんかクランキーに行ってきたらガーナ行きたくなるっていう、この、まあ、メジャーなところですよね。ガーナチョコバーアーモンド。よいしょ。あ、これちょっと袋開けにくいですね。これちょっと袋もね、ポイントに入れたい。はい。すごいシンプルな感じのチョコバーです。割ってみると。あ、こっちもやっぱりね、このキャラメルがドロッと入ってる、トロッとこう伸びる感じのキャラメルが入ってるのはチョコバーのポイントですよね。あ、これ結構好きかも。チョコが美味しい。これさっき食べたあれだ。これもう、これちょっとパッケージビリビリだ。このスニッカーズのアーモンド、こっちのね、入っててキャラメルと似てる。粘り気が強いというか、硬めの。でもこれがまたいいんですよ。ここに来てこれ結構厳しい。ずっしりくる。うわ、どうしようかな。いけるこれ。でも甘いから、なんかラーメン食べたい。ラーメンが食べたくなる。とりあえずこれいこう。なんかこうちょっと軽っ。めっちゃ軽いですよ。だからだ。サイズ大きいけど、グラム数そんな変わらなかったの。はい、こんな感じでね、ちょっとウエハース感が見えてて、なんかすごいあっさりしてそう。すごいパキッと割れた。ほら、やっぱり予想通り。ウエハース的な感じだな。軽い。うわ、しかもなんかミルクが強い。これ食べやすいな。おいしい。ちょっと今までとは一風違ったかなって感じの。チョコバーというよりウエハースだな、これ。これちょっと。どれ行こう。あー、どうしようかな。ミルカ行こうか。ミルカ。これ私がいつも海外の空港行くと免税店で絶対買ってくるこのね、ミルカチョコレート。このシリーズは、なんか中にザクザクが入ったやつとか、ゴロゴロ粒が入ったやつとか、パチパチが入ったやつとか、面白い商品がいっぱい出るんですよね。これのストロベリー味かな。なんかでもこの断面図にこの白い粒々が入って、これは何なんだろう。
ていうかね、最後の方で食べてるやつはちょっとね、美味しさを比べるにはね、かなり不利だと思う。お腹いっぱいの状況で食べるのとお腹が空いた状態で食べるものってね、美味しさ変わってくるからね。まあでも平等にそこは判断したい。はい、こんな形ですね。なんか可愛らしい形してます。割ってみる。はい、あ、ほんとだ、白いつぶつぶ入ってる。なんだろうこれ。何、パフっぽいの。うん、待って、ミルク美味しい。これ白いつぶつぶパフだ。なんかザクザクしたパフ。うん、ストロベリーも美味しいし、味クオリティ高い。うわ、もう続けていこう。もうこれはクマさんがしょっちゅう食べてるやつ、ジャユシガン、まあ日本語で自由時間っていうやつなんですけど、この黄色いパッケージのこれよく見ませんか。韓国だとね、あのコンビニのチョコバーで基本これどこでもあるぐらいによく見るやつです。ちなみにこれね、同じシリーズでジャユシガン、チョコ感が強そうなクリスピーバージョンです。はい、こんな感じのシンプルなやつなんですけど、中割ってみます。はい、あ、でも中も意外とさらっと割れて、結構見た目シンプルだな。キャラメルっぽい食感。なんかこっち軽いな、いいな。なんかもう少ないのがもういいっていう変な基準になってきてる。自由時間、同じやつのクリスピーバージョン、もう今もうなんか早く終わりたいって思ってるかもしれない。ダメダメダメ、ちょ、食べ比べしてんのに。でももうね、これ今もうもはや食べ比べじゃない、大食いチャレンジやってるのと一緒。私今何キロカロリー食べてるの、後で計算しなきゃ。うわ、でもこれすごいな。なんかこれ商品でパッケージとまんまのやつ出るとちょっとテンション上がる。あれ、一番売れてるあのオリジナルよりこっちの方が美味しいよ。なんかクッキーというかシリアルっぽいザックザクがいっぱい固められてチョコをかぶさってる感じ。あと3本。アーモンデイ。アーモンドデイ。アーモンデイ。アーモンデイ。これね、多分ね、新商品だと思う。最近初めて見た。あー、でもちっちゃいちっちゃいちっちゃい。もうこれはミクチだ、ミクチ。はい。見た目もシンプルです。はい。あ、でもチョコ、あー、これいいな。キャラメルがたっぷりでいい。なんかさっきのジャユシガンのスタイルと似てる感じかな。小さいのにずっしり。これこれこれ。これとそっくり。もうサイズ違いだ。いや、そういえば見た目も似てるな。アーモンドゴロゴロ入ってます。うわ。甘っ。うわ、重いのきたな。これなぜこれを最後に残した。ホットブレイクのアーモンド&ピーナッツ。とピーナッツが 27% って書かれてる。結構アーモンドとピーナッツ、ナッツ類が多い、多く入ってるのが売りのチョコバーみたいですね。うん、見た目はこんな感じでシンプルな。で割ってみると、はい、どうかな。あ、でも割ったとこがちょうどピーナッツが来るってことは、どこを割ってもピーナッツ、アーモンドって感じかな。すごっ。うん、密度が、もうもはやね、顎が痛い。噛む力がもうない。うん、待って、オレオみたいなのも入ってる。なんか刻んだオレオ。重い。重いよこのチョコ。はい、もうあの、これね、最後なんで私これ残しちゃったんだろう。なんか安定に美味
味しいやつだからもうこれ最後でいいかと思って残したんですけど、これねクマさんが蛇油志願とこればっかり食べてて、本当にもうあの定番ですよね。トゥイックスでよかったかな、なんかこれ毎回出るたびに読み方が分かんなくなるんですけど、トゥイックスで日本入りですね。はい、こちらですね。私ちょっと夢だったこともないけど、これ2本食べ行こうか。あ、先にちょっと割りますね。ここ2本割っちゃおう。贅沢に。ほらー、このチョコの感じ。私結構これ好きですよ。うん、これは本当に。もう安定だわ本当に。あとこれ他と違う点はこのキャラメルソース入ってないですか、これの下に結構厚めにサクサクのビスケットが入ってて、他のサクサクってクリスピーなんかシリアルだったりとかって感じなんですけど、これだけはビスケットなんですよね。これが好き、美味しい。食べ終わった感動だわ本当に。私もうねしばらくチョコ食べない、わかんないとか言いながら1ヶ月経つと意外ともうまた欲しくなるいやーもうちょっと、もうでももうねチョコしばらくいいわ。もうチョコ1ヶ月分ぐらい食べたんじゃない？ 1 ヶ月言わない？どう？今回食べたカロリーはこちらですどうかな、こちらですってはい、大食い企画にしてはねかなりヘビーだった。量じゃなくてこの甘さがきつい。はい、ね、1位、2位、3位ってつけるのがちょっと難しいけど、私が美味しかったと思ったやつを4つに絞りました。だからこれ順位じゃなくって美味しかったやつを1個1個出して結果発表にします。まず1つ目、ドク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 これドク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 は BGM で流したらいいか、 BGM 入るかな、もしあれば入れて入れて、編集中の私。はい、1個目、じゃじゃん。もうこれはねセカンドチャンネルでも絶賛してたからちょっとこうもうバレてたかもしれないんですけど、このキャドバリーっていうののクランチ、このねキャドバリークランキーっていうやつ、これは本当にねあのすごいね見た目的にはシンプルなんですよ。もう中にカルメ焼きみたいな黄色いそのザクザクの食感がいいサクサクなやつ、ザクザクなやつが入ってて、それをチョコで覆ってる、本当にシンプルなんですけど、このザクザクがね場所によって硬さが違うんですよ。サクサクほろっとした部分もあれば、ちょっと端の方とかは固めになっててガリガリってなったりとか、それもまたすごい好きだし、このサイズにしてはなんかちょっと 軽いというか、中がねこう空気を含んでるのかな、そのカルメ焼きみたいな部分が、だから結構思ったよりも重くないっていうのが私は好きですね。はい、ただねごめんなさい、これ私の好みがかなり含まれてくる結果発表なのでちょっとね本当に偏るんですけど、クマさんはこれあげたらね、美味しいなみたいな感じだけど、やっぱりリピしてるのはね私とは全く好みが違うジャユシガンとかかな。はい、でまず1個目がこれで、2つ目、これはねもう安定だわ、クマさんも大好き、よく食べてるトゥイックス。これねやっぱりあのねよく人気のやつだけある。これだけはね最後もあの説明入れたと思うんですけど、中にすごく分厚い大きめのビスケットが入ってるんですよ。チョコバー自体はそんなに太くなくサイズも大きくないんですけど、中のねこのビスケットの割合が多いからすごいそれがサクサク美味しい感じで、中のキャラメルもね他よりも色がちょっと薄くって甘いんですけど塩気が強いのかな。袋もね開けやすいんですよ。とりあえずどの評価ポイントを見ても購入しやすいとか、袋が開けやすい、中の美味しさ、サクサク加減、食感とか、まあ万人受けのやつですよね。はい、でね次、これがねちょっと意外かもしれないんですけど、私これ美味しかった。まずストロベリーチョコっていうのはまあ普通に美味しいストロベリーチョコなんですけど、このね中に入ってる白い粒のパフなんですけど、他のパフと違ってもっとガリガリのパフ、硬いけどいい意味硬い。やっぱねこのミルカさんで出してるチョコって基本ね外れないなって私は思ってます。で最後ですね、もうこれ最後ですよ。もうでも私がめっちゃ絶賛したから気づいてるかもしれないんですけど、スニッカーズのちょっとパッケージがこれもう最初の方に食べたからね、まだこの綺麗に破らなきゃいけないのを分かってなかった。はい、アーモ
ンドの方ですね。もう一個ヘーゼルナッツの方があるんですけど、こっちじゃない。私の好みは完全にアーモンド。ゴロッゴロのアーモンドがいっぱい入って、もうなんかね、キャラメルが好きなんですよ。なんていうのかな、言い方悪いけど、いい意味で硬いキャラメル。もうこってりしたやつ、こってり、ちょっと液体が固まりつつある。でもこの固まりつつあるのがまた美味しい。いやー、これはね、美味しかった。私またこれ買うわ。ていうか、スニッカーズこれを食べて今好きになったかも。今までそこまでハマってたわけじゃなかったけど、これいいなって思った。ただヘーゼルナッツの方は違う。なんかキャラメルがね、柔らかすぎるのと、なんだろうな、香りもやっぱりこっちのアーモンドの方が美味しかったですね。ヘーゼルナッツはおしゃれ感が強いかなって思います。で、やっぱね、分かった。今までのこの限定で出てるとか新商品出てたとかより、やっぱり昔からすごい人気の商品が美味しいなっていうのが判明した。ちなみに余談なんですけど、これはね、もう本当にレビューとして、なんか良くない評価も一応ね、説明しておきたいんですけど、ジャユーシガンは私的に好みではなかった。これはね、なんだろうな、中に入ってるあの白い部分が多分美味しいんだと思うけど、私は硬いかなって思って、そんなに私は好みじゃないけど、ただね、これ本当に好みだって分かるのが、これクマさんめっちゃ好きなんですよっていうのだけお伝えしておきます。クマさんはめっちゃ好き、リピーめっちゃしてるやつ、これとこればっかり。まあでも結果これは2人好きだから安定なのかな、万人受けというか。すごい、まあ、はい、正直リビューをしっかりしてみましたし、大食いも、成功なんだけど、もう私成功したのが嬉しくないレベルに今ちょっとね、気持ち悪いなんか食べ過ぎて甘いもの甘いもの食べ過ぎは皆さん良くないです。気をつけてください、本当に。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。もうほんとミルクチョコだ、これ。お、大変大変。結構甘い。甘いなぁ。うん。